ようこそお越しいただきました。よろしくお願いします。押切萌です。はい、それでは早速なんですが、はい、押切さん、今日もサマースカートを履いてご登場いただいたんですが、とっても素敵ですね。はい、ありがとうございます。はい、ソフトギャザー の、うん、あのティアドスカート、はい、流行のパープルを着てきました。はい、とっても、ね、素敵に着こなしていただいてるんですが、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ではね、あの生徒さんになるんでしょうか、皆さんに一言お願いします。はい、そうですね、よそ見しないでちゃんとお話を聞いていってくださいね。スカートを履く頻度が増えた女性にその理由を聞いたところ、フェミニンな可愛いファッションにしたいからという女性が非常に多く、2番目に気分を明るくしたいからという、うん、そういう意見が理由に挙げられているんですね。はい、確かにね、ちょっと私今日はパンツスタイルなんですが、パンツと比べますと、こうして先生のようにスカートを履くだけで、はい、本当に女性らしい印象というのがぐっと引き立ちますよね。 ありがとうございます。うん、そうですね、はい、あのパンツもすごくいろんな種類のデニムが出ていたり、やっぱりブームの、はい、ブームなんですけれども、うん、スカートはやっぱりその日履くと一日気分が上がったり、こういう風に明るい気分にさせてくれるっていう効果がありますね。うん、実際に今ね着ていただいているんですが、はい、ラインナップご覧になっていかがでしょうか。そうですね、これどれも本当に可愛いんですけれども、うん、こうしてカラーミックスを楽しむのが今年の流行でもあり、そして一つ一つカラーがはっきりしているんですけど、これを組み合わせを変えることによってさらに毎日楽しいコーディネートができるので、うん、先ほど一人一人自分のためにおしゃれを楽しみたいと言っていた方もそうなんですけど、うん、やっぱり個性を生かして好きなコーディネートを言ってもらいたいですね。うん、いつも着ない色にトライしてもらって、そして女性としての魅力を引き出して婚活、恋活などにも生かしてもらいたいと思います。私もサマースカートパワーでこの夏楽しんでいきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、すいません、はい、すいません、こちらの方お願いします。はい、こちらとお願いします。じゃあ、こちらはすみません、もう一度こちら。はい、すみません、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のコーディネートで気に入っているところを。そうですね、パープルっていう結構個性が強いかなと思いがちなんですが、こうやってティアードにすると可愛らしさも出て、そしてこのピンクのベルト、ブルーのネックレスと合わせると、さらに個性的なだけじゃなくって、女の子らしい可愛さもすごく表現できるので、すごく気に入っています。普段はパンツとスカートだとどっちが多いですか？断然スカートですね。私スカートが大好きで、はい。で、寒い時はスカートの下にレギンスを履いたりとかしています。うん、どんなスカートがお気に入りですか？ミニがいいですか、やっぱり。そうですね、ミニスカートにブーツとか、ミニスカートにサンダルとか、結構ボトム小さめボトムで遊ぶことが多いです。でも今日着てる衣装、これ、はい、全て1900円の商品ということなんですけど、かなり枚数をこう持てばバリエーションも広げられそうですよね。もう本当にそうですね、うん、ここにある商品本当にお手頃なものが多いので、うん、先日も銀座のユニクロさんにプライベートで行ったんですけど、本当どれにしようか迷っちゃうぐらいバリエーションが豊富で、はい、しかも安いので、うん、結構買えるなみたいな、うん、はい、なんか野球観戦とかでも合いそうですよね。野球観戦される方もぜひもうおすすめですね。サッカーでもいいですしね、はい、スポーツ全部いいですね。先ほどね、婚活とか恋活をしてほしいと言ってましたけども、はい、ご自身の婚活はどうですか？私婚活はまずしてないですね、実は。はい、お話とかは2人の時に出ないんですか？うん、そういうお話2人の時に出ないですか？そうですね、出ないですね、はい、でもちょっと思いつつ。そうですね、なんか結構周りの友達とかではそういう話題はすごい出るんですけど、結構実際自分だとあんまり、ね、なんかに出ないっていうのが現実ですね。で、まあ、そろそろかなっていうのはないですか？ないですね。婚活って言うと松本人志さんと、はい、矢原凜さんが電撃結婚ということなんですけど、はい、いかがですか？すごいびっくりしました。
ったね、うん、すごいおめでたいことだと思います。松本さんとはお仕事で、そうですね、何回かご一緒させていただいたことがあって、はい、すごく素敵な方だったので、うん、でもお会いした方だからというよりはやっぱりテレビの中の方で、ま、松本さんが結婚したっていう驚きがすごく大きくて、なんかはーって朝から幸せな気分になりました。押し切りさんもその幸せにあやかってそろそろそうですね、あやかってそろそろかな、まああやかりたいですね、ちょっと近いうちにそれシーズンオフですか。いやいやいや、とんでもない、近い、すごい近い、はい、まあ、でもそうですね、はい、ちょっと当分はないです、はい、ありがとうございます。順調ということで大丈夫ですよね。そうですね、あの本当に応援してもらっている通り、あのお仕事をお互いちゃんと頑張りつつ、真面目にお付き合いさせてもらってますので、これからも、はい、頑張っていきますのでよろしくお願いします。彼はやっぱりスカートが好きということですね。そういうことでもないんですね、なんかもともとパンツが好きっていう、はい、なんか方で人で、はい、そう、はい、あんまり好みに沿ってないんですけど、はい、ありがとうございます。